通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、映画の話題になります。皆さんこの映画覚えてますでしょうか？サウンドオブフリーダムですね。これがついに日本公開されることが決定しました。こちらね、ゆうこさん X でもね教えてくれました。ふくちゃん、ようやく日本でサウンドオブフリーダム公開するみたい。今のところ9月27日だって。ということで、ゆうこさんありがとうございます。このね、サウンドオブフリーダム現在ですね、日本で9月27日に公開予定となっています。ということで本日はですね、改めてこのサウンドオブフリーダムというのがどういった映画だったのか、どういった議論があったのかというのを日本の皆さんにね紹介したいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらね見えておりますが、皆さんこの映画覚えてますかね？このチャンネルでですね、まあ、かなりね初期の頃になりますが取り上げました。2023年最大の問題作ですね。これ本当に大げさじゃないです。最大の問題作だったんですね。サウンドオブフリーダムがついにですね、日本で9月27日に公開されます。で、これはですね、アメリカで公開時、本当に大変なことになっていたんですね。扱っている題材、そして実はディズニーが関わっていたこと、さらには主演している役者さんや元になっている人物、あらゆるものが絡み合いまして、2023年だけではないですね。ここ数年で見ても本当にね、最大の問題作でした。で、以前ですね、このチャンネルではこれをね、かなり特集しておりまして、動画をね、何本も出してプレイリストまであったんですが、その動画はね、現在見ることができません。ですので今回はね、改めてこのサウンドオブフリーダムがどういった映画なのか、どういった議論があったのかというのをちょっとね、紹介しますんで、ぜひね、本日これご覧になっていただけたらと思います。いやでもまさかですよね。ここ配給会社がちょっと特殊なところなんでね、日本で公開されるとは思っていませんでしたが、驚きですね。ということでこちらね、日本の映画メディアでも一斉にこれが報じられておりまして、ちょっとねこちら映画 .com さん紹介したいと思います。全米で異例の大ヒットを記録した人身売買の闇に挑む捜査官の実話を元にした衝撃の社会派サスペンスが、サウンドオブフリーダムの放題で9月27日に公開されることが分かった。本作は児童誘拐、人身売買、性的虐待といった国際犯罪の犠牲となった少年少女を救い出すため、過酷なミッションに挑んだ実在の人物、ティム・バラードの戦いを元にした衝撃の物語。インディペンデント映画であるにもかかわらず、全世界累計興行収入は2億5000万ドルを突破した。さらに、インディ・ジョーンズと運命のダイヤルを抑え、これすごいでしょ？全米公開初日の興行収入は第1位を記録。23年の全米映画興収トップ10にもランクインするなど大ヒットとなった。ということでね、まあ、この映画というのはインディペンデント映画でね、まあ、非常に低予算で作られているんですが、まあ、とんでもない興行収入というのを記録しまして大ヒットしたんですね。そして当時、ここにもありますが、この時期に公開されていたのが、インディ・ジョーンズと運命のダイヤルだったんですね。そして、このインディ5といえば、特大の予算をかけていたことで知られています。にもかかわらずですね、この時、ボックスオフィスでは非常にいい勝負をしてしまっておりまして、このサウンド・オブ・フリーダムのプレミアでは、ランキングを抜かれてしまったと。まあそういったわけなんですね。サウンド・オブ・フリーダムが驚異的なボックスオフィスで、インディ・ジョーンズを上回る。予想を覆し、サウンド・オブ・フリーダムの興行収入は、ハリソン・フォードの最後の作品、インディ・ジョーンズと運命のダイヤルを上回った。サウンドオブフリーダムがインディ・ジョーンズと運命のダイヤルに勝利したという偉業は、それぞれの映画の数字を考慮するとさらに印象深いものとなる。そしてこの映画ですね、もともとディズニーがね、オクラにしていたということでも有名だったんですね。2018年に撮影が終了した後、サウンドオブフリーダムは20世紀フォックスとの配給契約を結んだ。しかし残念なことに、ウォルト・ディズニー・カンパニーが20世紀フォックスを買収した後、スタジオが棚上げにしたプロジェクトの一つになってしまった。その後、同映画のプロデューサーは1年以上かけてディズニーから映画の権利を獲得。しかし、ディズニーが映画の権利を解放するとすぐに、パンデミックにより劇場での公開が中止されてしまった。ということでね、まあ、こういった側面がありましたので、この公開当時ですね、ディズニーにオクラにされてしまった作品が、ディズニーの莫大な予算をかけたインディ・ジョーンズ5を破るというのが非常に大きなニュースとしてね、この当時語られていたわけですね。ジョージ・ルーカスが脚本を書いたわけでもなく、スティーブン・スピルバーグが監督をしたわけでもない初めての映画である第5作インディ・ジョーンズと運命のダイヤルの制作費は、デッドラインによれば約2億9500万ドルと報じられており、その他の情報源によればそれ以上かもしれない。まあ、これは3億ドル超えてましたね。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、サウンド・オブ・フリーダムの制作費は1450万ドル。今日の基準で言えば、これは1億ドルを超えることが多い通常の夏の大作映画に比べれば非常にわずかな額となっている。ということでね、まあ、ここでね、出ておりますが、この予算なんですね。で、これがですね、どのぐらいすごいかと言いますと、こちらね、サウンド・オブ・フリーダムのボックスオフィスですね。1450万ドルの予算で作られて、こちら見てください。ワールドワイドで
2億5000万ドル稼いでるんですね。これすごいでしょ。で、これがですね、どれだけやばい数字なのかというのは、こちらをね、見るとよくわかるんじゃないかなと思います。おなじみ、マーベルズですね。このマーベルズも莫大な予算がかけられているんですが、見てください。こちら2億ドルなんですね。1450万ドルで作った映画が、このマーベルズの興行収入を超えてるんです。そして、この数字だけを見ますと、シンプルにね、大ヒットしたいい映画だったんだね。それだけのね、いい話のように感じますが、全然そんなことがなかったんですね。人身、トラフィキング、映画、サウンドオブフリーダムが、リベラルメディアから、Q アノンと酷評される。ということで、こちらですね。トラフィキングとあります。こちらが本日のキーワードになります。トラフィキング。商品を違法に売買する行為。ということで、こちら以前ね、サウンドオブフリーダムを扱った時もキーワードにしたんですが、このトラフィキングというのは、違法売買のことを指しているんですね。そして、この下にありますね。このトラフィキングの前に、ヒューマンやピープルがつきますと、人身売買になると。そしてね、こちら、トラフィキングの前にヒューマンついてますね。ということで、こちらは、人身売買映画、サウンドオブフリーダムが、リベラルメディアから、Q アノンだと酷評される。複数のリベラル系メディアはここ数日、新作映画、サウンドオブフリーダムを、Q アノンに近い、Q アノンにふさわしいと酷評している。人身売買をテーマにしたこの映画を、陰謀論に追いやるような記述だ。で、このね、Q アノンの詳細というのは、気になる方はね、各自調べていただきたいんですが、ざっくり言いますと、極右による陰謀論。そういったものですね。でね、これちょうどいい例がありまして、これをね、皮肉を込めて扱っているのが、現在ね、配信中となっております、ボーイズのシーズン4ですね。シーズン4だけじゃないですけどね。これはね、この Q アノンをかなり露骨にね、扱っています。それゆえに、このサウンドオブフリーダムは、左派メディアからの反発が強いということなんですね。で、その中でもですね、過激に反応していたのが、こちらね、左派メディア、ローリングストーンです。で、これ以外にもですね、CNN がテレビにね、そっち系の専門家を呼びまして、このサウンドオブフリーダム、もうね、本当にめちゃくちゃ言ってました。もう本当にね、汚い言葉の限りを尽くして、もうこき下ろすみたいなね、そういったネガキャンというのを展開したんですね。で、その原因はね、多数あるんですが、その中の一つとなっているのがこちら、主演のジム・カビーゼルです。この方ね、すごく有名なのがこちらですね。2004年のメル・ギブソンの映画ですね。パッションの中で、キリスト役をやっていました。で、この彼はですね、非常に敬虔なね、カトリック教徒として知られておりまして、妻への敬意から、カビーゼルは映画、エンジェルアイズのラブシーンで、自分がシャツを着ること、そして、ジェニファー・ロペスには、トップスを着るように要求したと。そして、ここで、言ってるんですが、不要なセックスはしません。不要な暴力もしませんと。それは罪なんです、というように語っているんですね。そしてね、こちらにまさにね、Q アノンについて書かれています。2021年初め、カビーゼルは、Q アノンの陰謀論を支持。最初は、オクラホマ州で開催された、健康と自由の会議に出席した。この出演はサウンドオブフリーダムの宣伝のためだった。バラードの活動は Q アノンの台頭と一致していると言われているが、彼は運動とのつながりを否定している。そしてね、この会議の中でここにね、アートなんちゃらですね、ちょっとこれね読みませんが、こういった陰謀論があるんですね。これにより Q アノンを支持しているというように言われているわけです。そしてこのサウンドオブフリーダムをめぐる議論、陰謀論というのはこれだけにとどまりません。この映画はですね、その公開自体を妨害されていると言われていたんですね。物議を醸している映画、サウンドオブフリーダムを見る人々を阻止するために、AMC が、これ映画チェーン店ですね。AMC がわざとエアコンの故障を偽装しているという突飛な陰謀論がネット上で広まっている。Some point today, the tickets got refunded to my friend and we couldn't figure out why. So we come anyways to the theater after dinner and they're like, oh, well, we refunded all the tickets.Because there's no air conditioning in our theaters. Okay, whatever. We don't care. Are you still showing it? Yeah, you can still watch it. There was no one in that theater. There was us four and four other people. Eight people in the theater on a Friday night. There was air conditioning in the lobby. There was air conditioning in the hallways. There was air conditioning in the bathrooms. Not the theaters. They don't have...The bartender or anything in the theater? I smell something stinky and I think it's shit. The AC was out like when we went to watch the movie, and I'd seen someone else post something too that also saw it at an AMC and their AC was out. And like as soon as we walked into the theater, it was hot as heck. I literally brought a sweatshirt and I was like sweating. I literally had the lights on. They kept the lights on the entire movie. Who does that?
They don't want you to see this movie. ということでこの方ね、この当時大変有名になりましたが、まあこのようにですね、このね、まあ最大大手 AMC ですね、この映画館のチェーンがサウンドオブフリーダムを人々に見せないために工作をしているんじゃないかということが言われていたんですね。で、これはですね、まあ当時の動画でもプクタね、お話ししていると思うんですが、まあプクタの見解としてはね、まず AMC が組織ぐるみで妨害するということはありえないですね。金銭的な不利益しかないんでね、まあそれはないと思います。ただその一方でエアコンが止まってとても暑くて見てられないとか、あの火災警報が鳴ってね外に出されてしまう、これに関してはですね、このサウンドオブフリーダムの公開時あんまりにも多く報告されていたんですね。ですのでおそらくこれは AMC が組織ぐるみでやっているわけではなくって、このサウンドオブフリーダムを今度気に入らない人たちですね、 CNN とかローリングストーンを見ていてもそういう人たちがいるというのは間違いないんでね、そういった人たちが個人的にやっていたんじゃないかなとプクタは思っています。でこれをねプクタは実際実感しておりまして、サウンドオブフリーダムね、この当時、まあ、割と特集してですね動画を出していたんですね。で当時はですねもう全く再生数とかありませんでしたから、ほとんど誰も見ていないような状況だったんですが、それでもですねやっぱりこれに怒る人というのはいました。しかもものすごい怒るんですね。こんな動画を作るとは何事だと、こんな Q アノンの映画を扱うっていうのはありえないということで、ものすごい怒る人というのがいたんですね。まあそれを考えるとね、この映画館に行って火災警報を押したりね、職員の中で嫌がらせをしたくてねエアコンを止めるとか、それこそ壊すとかね、まあそのぐらいのことをやる人はいただろうなというように思いますね。はい、ということで本日はですね、ついに日本でも9月27日に公開が決定しましたサウンドオブフリーダム、これがですね、まあ本国で公開当時どのようになっていたのか、どのような論争があったのかというのを見てまいりました。いかがだったでしょうか。まあこのサウンドオブフリーダムですが、今回ね紹介した以外にもまあたくさんの論争があります。このモデルになっているねティム・バラードに対しての論争、そして反人身売買団体、ここからもですね、この描き方はおかしいと、まあそういった声が上がっているというのも事実なんですね。で現在ですね、ロッテントマト見てみますと、これすごいですよ。ほらこちらですね、オールクリティックス 57%、 トップがねぐっと下がって 33%、 そしてベリファイドオーディエンスが 99%、 オールオーディエンス96%ということで、バランス的にはですねほぼあのスーパーマリオですね、あれに近しいものとなっています。まあこれに関してはですね、まあこちらね特に 99% となっておりますが、この作品における論争を見てもそうなんですが、かなりね逆レビューボムじゃないですがプラス方向にねバイアスのかかっている数字の可能性はあると思いますので、もうここはねほんと見て判断するしかないですよね。皆さんはこの作品見に行かれますか？ぜひコメントで教えてください。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。